表彰状第1位、あなたは100人大会において当初の栄誉を獲得されました。それを称え表彰します。よく頑張ったな、おめでとう。ありがとうございます。すごいな、自宅だってすごいよ。2位だったんでしょ。でも2位には何の意味もないんだよ。やばいよな、マジやばいよ。いいよ。うわぁ、俺絶対お母さんに怒られるわ。見せへんかったら大丈夫やろ。俺は引き出しの奥に隠しとくつもり。おお、確かに俺もそうしよう。必ず保護者の方に見せるように。そこ、ちゃんと印鑑もらってきてね。うわぁ、くそ、お小遣い抜きになるわ。美咲、テストどうだった？2位だった。すごいじゃん。今回こそたくさん勉強して1位になりたいって思ってたんだけど、さくらちゃんってすごいよね。勉強もできて体育でも褒められてて、それに誰にでも優しいし。